はい、おごまんちはうかでございます。さあやっていきましょうか。練習、あ、その前になんかちょっと能力アップだな。だいぶ溜まった気もする。どうしようかな。この場合はパワーまだ上がんダメだな。いまいち何が上がるとかそういうことはないな。肩が強いて言うならいいぐらいになるぐらいかな。いいになるなって、あー、しかも俊敏性がなくなっちゃったな。ちょっとやっぱ大丈夫博士、ちょっと挑戦しすぎたかな。ちょっと失敗してる感があるわ。肩アップスタートいるけど、ちょっと今回はひじりちゃんがいるんで、とかく今日も来てないな。それどころか練習一つ、連絡一つよこさない。村上先輩、僕と交錯した時とかく先輩どうなったんですか。あの後早引きしてたことぐらいで、特におかしなところはやっぱりこのままじゃいけない。チーム運営にも大きな被害が出る、なんとかしなきゃ。行こう、俺が行く。よし、俺が家まで行って様子見てくる。やっぱり戦力として大事なチームメイトとしても、ここで書くわけにはいかないからな、ルーカさん。はい、お願いします。頼みましたよ。とかく、とかくのマンション、あ、そっか。お。どうせルカだろ。鍵なら開いてるぞ。とかく、大丈夫か。随分と青白い顔して。しばらく外に出ないからな。少し会話のディグぐらいだ。なあ、とかく、やっぱり釣り役に対して責任感じるのか。もう釣り役の怪我は治ってる。むしろ今のが好調なくらいだ。それに練習、試合で怪我はつきもの。お前が責任感じしないでどこにあるんだ。どうにもないんだ。そうか。まったく自主練習に部活にも休むなって、とかくらしくない。いつものとかくなら、もっとでかい態度でグラウンドに座るだろ。うか、しかし俺はいつまでうじうじしてるんだよ。プロになるんだろ。夢から逃げるな。お前に何がわかる。うわ、俺から夢から逃げたまで一度もない。今、これからも、今まで、これまでも、これからも。とかく、だったら、いや、この足はもうよそう。とにかく俺は危うく鶴屋の夢を消し去るとこだった。もうあの出番に出かすのはゴリゴリなんだよ。もう帰ってくれ。これ以上話しても俺の決心は変わらない。もういい、分かったよ。俺だって、クソ。なんか絶対裏があるってこれ。戻ってくるのに説得したけどダメだった。あの様子やとかくはもう戻ってこないだろうな。そんな、残念ですが、とかくん抜きの戦いもかもしれないといけないですね。とか先輩、絶対プロに入ると何度も言ってたのに。これ以上とかを説得してもお互いの二人になるだけだ。俺たちは、野球に集中しよう。いいのこれ。でも鶴屋君、ちゃんと切り替えろ。俺たちの大会があるだろ。はい。デヤカ君、あなたは何のために大会に臨むんですか。俺はみんなと戦って神宮大会で優勝したい。いいのかな。なんかね、このままゴールは嫌だぞ。俺的にはなんかこうワンちょっとうーんっていう感じがありますけどね。ふがーって全集合。あ、来た。あ、練習機材何やってた。なんだなんだ。ふが、肩最高になっちゃった。やった。あ、ちょっと休む。まあ、休む。まあ、いやいや。うい。よく寝れたぞ。前回、夏、サマー。そろそろもう終わりか？多分時期的に。新しい付き合いなんですよな。バイト。バイトはもういいかな。お話は、ちょっとあちらの喫茶店。ほいついてくと。少し、いや、俺は。おっと、危ねえ。お、何ですか、あなた。お得な話なんだろ。俺にも聞かせてくれよ。ひひひ。け、根性のねえやつ。礼を言うよ。助かったよ、もう。あいつが大嫌いだけだ。まったく、クレバも素直じゃないな。いるんですよね、こういう、みんなも気をつけてね、こういう、甘い話なんて、そうするとダメだから。120メートルレーザー。ひじちゃんやってるじゃないの。どうしようかな。みんないる感じで言うと、あ、待って、能力、なんか上げられるやつを見てからだな、多分。全体的に。迷うな。技術ポイントかな、言うて。技術と、俊敏だから、これか。ベラ。ベラベラーン。はぁ、今何時だ？まだ8時半か。1日でこんな長かったっけな。仕方ない。時間通しに散歩でも出るか。ん？これはグラウンドに続く道。俺はどうしてこの道を。まあいいか。つい来てしまったな。もう何の用もないのに。お、あ、これ懐かしい音だ。ん？なんでこんな音に、こんな時間に音がするんだ？つりゃくん、そんなことじゃ主軸に通用しないぞ。もっと球低く集めろ。はい。ライバル大学の手は外でやんす。よし、それを社長と整理してくれ。部員全員配布しよう。わかりました。俺たち4年にとっては最後の部活の総決算だ。
夢を夢で終わらせるなら何が何でもの大会に優勝するぞ。おう、総決算、夢を夢で終わらせるのか。そうだな。お、次の日の朝。さて、みんなが来る前に練習準備始めるか。俺も手伝わせてくれ。この声は、全く来るのも遅いから待ちきれたぞ。とにかく、狐に積まれたような顔をしてどうしたうか、さっさと練習始めるぞ。よし、しごいてやるぜ。待ち伏せで覚悟しとけよ。まさかお前そんな口を叩くとはな。というわけで、トカが戻ってきてくれた。トカ先輩、僕待ってたんですよ。私もです。復帰歓迎しますよ。みんなすまなかった。俺はもう逃げない。よし、これみんな去ったな。これでこそ、パワフル学園野球部だ。このままで優勝するぞ。おう。いいね。楽しみです。みっちりしごいてやるかな。さて、俺もそろそろ。トカ、待ってくれ。お前に言いたいことがあるんだ。なんだ？俺はずっと考え甘かった。だけど、トカがいたから真剣にプロ入りを目指すようになったんだ。だから俺は、俺の夢は、トカと一緒にプロになることなんだ。そうか。ならば俺についてこい。その夢を叶えてやる。いいなぁ、もうこういう流れ大好き。ついていくとか追い抜いてお前を引っ張ってやるよ。やれるもんならな。頑張れよ。もうそろそろもう、終盤なんでね、もう負けてらんないですよ、俺自身。なんか上がるかなぁ。守備力が上がるかな、少し。ああ、もうダメだ。参ったな、全然上がんねえぞ。全然いまいちの選手ができそうで、できそうというかもう、ろくな選手できないぞ、このままだと。参ったな、ちょっと思ったより厄介かも。うい。アップアップ。ふがが、つって、全集合。あ、練習機材。よく出るな、練習機材。やったぜ。以上、関西、解散。やったぜ。ってこと、あ、4になった。やったぜ。あ、スカウトがいる。スカウトいるならやるさ。スカウト見てくれ。この俺の、ムッチムチの筋肉。ムッチムチ？ガッチガチか？まあいいや。間違えた。もう4年。9月に大会あるし、9月ね、スタメン定着を考えなきゃ。その点監督の評価高くないとダメ。あとは、ん？なんだって？監督の信頼得てるはず。あとは実力。あ、じゃあいいってことか。あとはもう実力磨くだけってことなのかな？きっと。そういうことを言いたいのかな？バイトはもういいや。ショップ寄って2万あるんだもん。なんか買うか。なんかあったら。そうだな。これ、長出身書。高速チャージ。でも10万か。高えな。筋力強化極意書。極意書？買ってみっかね、これ。お金がないか。あ、うーふい。そっか、2000だけ足りねえのか。かわいいネックレス。精神強待つか。あー、だめだ。500円足りねえ。気持ちいいな。あと500円でどこっていうのはちょっと。アップアップ、頑張れ頑張れ。さあ見てくれ。俺のこの、こういう人を見てくれ。俺の方、どう思う？やったぜ。よし、練習だと思って、ちょっと疲れが抜けてない。あ、誰かの視線を感じる。頑張るよ、それでも。誰の視線かわからないけど。視線は、犬かい。まあいいや、評価が上がったんだ、練習しよう。ふがふが。集合してくれだって、来た。なんだ？練習のシーンみたいです。練習の内容はさっぱりまでですんですか。そこまで聞き取れただけすごいと思うよ。ほら、そこの仕事、進みなさい、進みなさい。すいませんでしたやつ。監督が今日じっくり走り込みをしろって言ってたわ。きついでやつね。ただし、明日は、昨日特殊や特打ち、投げ込みした選手がリカバリーつくみたい。なるほどね。おー、頑張るぜ。本当は全員走り込みなんだけど、疲れない選手はそれやすいな。バンクしちゃう。時々アドリブやないとね。いい、なんか、なんだろう、マネージャーですね。いや、僕、こういう、女性と付き合いたいと思ってます。はい、というわけで、なんだこの終わり方。はい、というわけで、次回行きたいと思います。それじゃあ、皆さん見てね。それじゃあね。